顔面密着画像も、中島健と×北に立つや、推しの子、コラボ、招待判明、にタイムレーファンは複雑心境、セクゾ捨てただけ。大人げテレビアニメ、推しの子のオープニングテーマ、オープニングファタール、とする謎のアーティスト、ジェム・ジェムの正体が、元セクシーゾーン、現タイムレの中島健と、三十と、シンガーソングライターの北に立つや、十八。 によるユニットであることが明らかになった。多くのファンが沸騰している一方で、感情を抱くタイムレファンもいるようだ。推しの子、第2期、7月3日より東京 MX ほか全国30曲以上にて放送、アベまでも地上波同時配信のオープニングを担当するアーティストとして5月に発表されたジェムだが、アニメの P 曲の一部がお披露目されていた。 参加メンバーが書いたと思われるライナーノーツも公開されていたが、メンバーが誰であるかは明かされていなかった。6月30日に、推しの子、第2期の第1話の先行上映イベントが都内で開催され中島と北にのコメント映像が公開され、その正体が明らかになったのだ。中島は、ファタールについて、致命的だったり、欠落だったりとか、 僕らの心の中に潜む感情を抽出した言葉が楽曲に使われていたりとし、魔力のような、そして蛇のような曲だと思うけど、すごく噛まれないように気をつけないといけないぐらいの危険性がある。でも美しさのある楽曲と表現した。中島は6月30日にインスタグラムを更新。北にとのツーショットとともに、推しの子、第2期の主題歌を歌います。 ハッシュタグジェム曲名はファタールです。コメント欄には舞台挨拶に行って映画館の音響で聴くファタールすごく良かったオープニング主題歌の決定おめでとう。解禁を心待ちにしていました。ジェムでの音楽番組出演なども楽しみに待ってます。これからの活躍が楽しみで仕方ないよう想像時を次々に現実にしてくれる。 ケントくん追いかけててこれほど楽しい人はいないよ。と歓喜の声が多数寄せられている。同じく北にもインスタを更新。中島と顔を密着させたツーショットを投稿すると。初対面の詰め方がもう北に解放されすぎてておもろい、笑い、ドリームチーム頑張ってくれ。初対面とは思えない距離感ですね。ツーショット写真見れて嬉しいです。 初対面でこの顔の近さ、仲良くなりすぎ。最強のチームですね、す出会うべくして出会ったんですね、楽しみです。といった声が上がった。一方で、一部のタイムレファンの中には、複雑な心境を抱く人もいるようだ。X、旧ツイッターには、本当に嬉しいしすごい楽しみなんだけど、 セクシーゾーンの中島健人ですに慣れてしまってる、ジェムの中島健人ですに少し寂しくなってしまった。セクゾを脱退してすぐに他の人とユニットを組むの、みんな悲しくないのかな私はセクゾとセクゾの中島健人が大好きだったから、悲しくて悲しくて仕方ない。中は一体何がしたかったん他のアーティストとコラボとかして歌ってて。俳優やるんじゃないん 世界がどうとか言うてたよな、方向性ぐちゃぐちゃやん。だいたい一年も経ってないたった数ヶ月で他のアーティストと歌うとセクゾを捨てただけやん。など、中島に対して批判的な意見も寄せられている。中島は3月31日をもってセクゾを脱退し、セクゾはタイムレに解明。4月1日からは、菊池風馬29、佐藤勝利。 27は26の3人体制となり、新メンバーオーディションが進められている。1月8日、セクゾから脱退することを発表した中島は、一人のアイドルとして、一人の役者として、自分が目指すべき場所に向かい、一生に一度しかないこの時間、一瞬意志をかけ、国内外問わず様々な挑戦をしていきたいと思っています。とコメントを寄せていた。さらに、 今すぐには恩返しをできるわけではないと思いますが、僕は新しいことに挑戦し、自分なりの方法で、やっぱり応援してよかったとれるように、日々、研磨していければと思っております、と思いを新たにしていた。多くのファンが大人げ作品、推しの子のオープニングを中島さんが担当することに歓喜しています。ただ、 セクゾから脱退してわずか3ヶ月ほどで他のアーティストと作品でがっつりコラボすることを寂しく思い疑問を感じてしまうファンの心境もうなずけそうです。脱退発表時に一人のアイドルとして一人の役者としてとコメントを寄せていましたからソロアーティストとして俳優路線で活動していくと思ったファンも少なくなかったようです。女性者。 中島は7月3日放送の音楽特番 2024FNS 歌謡祭夏、フジテレビ系に出演し、東方新規とコラボすることも発表されている。コラボの連続にさすがにどうなのと驚きを感じているタイムレファンもいますね。FNS 歌謡、そして推しの子は大きな仕事ですから、余計にそうした複雑な思いを抱いてしまうファンも多いのかもしれません。 ただ、推しの子は世界的なヒット作品。YOASOBI が手掛けた第一期のオープニング、アイドルは、ビルボードグローバルで日本のアーティストとして最高位となる7位に。YouTube の楽曲チャートでは世界1位を獲得するなど世界的な大ヒットになり、ましたからね。セクゾ脱退時に、国内外問わず様々な挑戦をしていきたい。 とコメントを寄せた中島さんは、実行を果たしているとも言える。それでもまだセクゾを離れてから3ヶ月ですから、疑問を感じ、反発の声を上げてしまうファンもいるんでしょうね。全土やはり、アイドルグループからの脱退は、非常にデリケートな話のようだ。インスタにアップされた中島との超密着ツーショットには、 初対面での距離感の詰め方がもう北に解放されすぎてておもろい、笑い。ドリームチーム頑張ってくれ。初対面でこの顔の近さ、仲良くなりすぎ、意外な組み合わせにびっくりですが楽しみです。絵面が強すぎます。といったコメントが寄せられている。